ゆるふわギャングは日本のヒップホップユニットである。ラッパーのリュ石田とねねプロデューサートラックメーカーのオートマティックにより構成される。2016年結成。土浦港。リュ石田は1993年、茨城県土浦市で男二人、女二人の四人兄弟の長男として誕生した。小学校二年生の時に両親が離婚し、 その後彼が父親に会う機会は一度しかなかった。離婚前、父親から頻繁に虐待を受けていた龍吾は再会を怖がっていたが、その時の父は彼の言うことを何でも聞いてくれた。龍吾はそのことを、すごい、嬉しかったんですと強くしている。龍吾は、父親とまた次に会う約束もしていたものの、結局連絡は途絶えてしまった。龍吾は、その後、手紙で、父親が、 事故死したことを知った。龍吾は、小学5年生頃からはあまり学校に行かないようになり、中学校に進学した後もどこかで寝ているか、保健室にいることが多かった。中学1年生の時に、小学生時代から続けていたサッカーをやめて、暮れ始めたものの、バイクに興味がなく、また地元に暴走族が存在しなかったこともあり、暴走族には入らなかった。 中学1年生の時付き合っていた初めての彼女が、レイプされたことや、中学2年生の時新しい父親が借金をに自殺未遂をしたことなどもあり、龍ゴの遠征感は高まっていった。3つ年上のヒップホップ好きないとこに憧れており、彼のファッションを真似、改造した学生服やリッキーズを着て、街にたむろするのが好きだった。いとこの影響で龍ゴは、 ジブラのストリートドリームスやエミネムのカーテンコールなどのラップ音楽を聴くようになった。学校には行かずに夕方まで寝て夜中は外に遊びに行くといった生活を続けた。中学3年生の頃、ヒップホップ好きな先輩に連れられ初めてのクラブを経験したリュウゴは帰り際に地元土浦のラッパーであるディアー BRO に呼び止められ CD をもらった。 ディアー・ BRO の楽曲に圧倒されたリュウゴは、ラッパーになることを決意し、すぐさま CD の裏に書かれていた彼の電話番号に、連絡した。翌日リュウゴは、ディアー・ BRO に食事に誘われ、一週間後には、ステージに立てと言われ、彼のサイド MC を務めることとなった。リュウゴは、ヒップホップの、ゲットを抜け出すというカルチャーに惹かれ、今の現状から抜け出すには音楽しかないと。 感じるようになった。リュウゴは自分でも曲を作り始めるようになった。歌詞を載せるためのインストを持っていなかったリュウゴはビレッジバンガードで購入したスタジオジブリの作品集のインストにラップを載せた。これがリュウゴの作った初めての楽曲だったが、これは本人にとってもあまり格好いいと思えるものではなかった。次にリュウゴは友人5人と共にデフテックをビートジャックした。 Dear My Friend という曲をレコーディングした。彼の初めてレコーディングした曲は、個人に入っている友人が親元に帰れるようになったことを記念して作られたものだった。学校でスニーカーや携帯電話を盗んで資金を作った彼らは MTR を購入し、ますます音楽の制作活動に入れ込むようになった。この5人での活動は、高校入学頃まで続いた。は、 仲の良い先輩を追いかけ、ちょっと乗りで高校に入学したが、真面目に授業を受けることはなく、昼はリリックの制作、夜はクラブ遊びに熱中した。リュウゴは高校1年生の時から20過ぎまで、毎偶数月にヤングブラッドというイベントを開催した。イベントは、成長し、15から16人ほどの規模のクルーが自然発生した。このクルーは、 第4回級サーリーステーションチャンプを獲得し、カン、ダースレーダーらから、顔は、和なんだけれど逆に活かしている、土浦の今のノリがパッケージされているなどのコメントを、もらっている。また、2015年10月には、シーダと DJ、イッソのコンピレーションアルバム、コンクリートグリーン13に、やりたいことやるで参加している。高校を卒業し、T シャツプリント店でアルバイトをしながら、 楽曲制作を続けていた龍悟は、このままではまずい。自分にしかできないことはないかと思い、友達二人と土浦駅前のショッピングモールに、ワイウィッシュという古着店をオープンするも、この店は一年ほどで廃業してしまう。この頃、龍悟は、地元のイベントのミーティングで、トラックメーカーのオートマティックと出会った。龍悟はオートマティックに、俺、あと2年で売れたいんですけど、 自分をプロデュースしてくださいと頼み込んだ。リ龍ゴはオートマティックに楽曲提供とアドバイスを受けつつ、トラップを練習し、半年に1回ずつ、1993というフリーダウンロードの EP を出すようになった。2016年5月に発売されたファーストアルバム、エベリデイスフリーデイ e e Day, day は、1993を3枚出したあと、この取り組みの集大成として制作されたものだった。 このアルバムを出した後、竜語石田は MC ネームをそれまで使っていた竜度から自分の本名である竜語石田に変更した。天王ズアイル駅。ネネの聖火の最寄り駅。ネネは1994年東京都品川区で生まれた。ギャングスタの兄と真面目で勉強のできる妹を持ち、自分にトレーがないことを悩んでいた。しかしネネは自分に自信を持っていて、 小さい頃から自分は間違いなくスーパースターになると考えていた。両親は常に喧嘩しており、ネネはその間部屋でずっとぼーっとしていた。両親は離婚し、父親はネネが中学生の時、彼女の元から去っていった。ネネには日本語でたいという願望があり、海外に行く資金を貯めるため、中学校時代から兄の友人が経営するピザ店でアルバイトを始めた。 初めて海外に行ったのは高校1年生の時で行き先はスペイン、期間は2週間だった。世界旅行の本を目を閉じてめくったところ偶然スペインのページが出たことがきっかけだった。ネネは高校に行くよりも海外に遊びに行く方が面白いという考えから高校2年生の時に学校を中退しその後すぐにニューヨーク旅行に行った。ネネの親は彼女の 一度言ったことは曲げないという性格を理解しているため彼女の行動を制することはなかった。ピザ店の先輩に連れられ15歳頃から六本木のクラブに出入りし始めたネネはアメリカのカルチャーに憧れを持っていた。兄がギャングスターだったこともあり早い時期からドルパーセントママを経験した。ドルパーセントを覚えたネネには頭おかしくなっちゃった時期があった。 高校2年生頃からレゲエの延長でヒップホップを聴くようになった。エミネームのウィズアウトメやスタンはネネに衝撃を与えた。友人にラッパーが多かったこともあり、ノリでラップを始めたネネは次第にラップに熱中していった。2016年4月にはフリーの EP であるソルトをリリースした。オートマティックはいわゆる3ピンキャンプ世代でラップグループ ランカージャックとクルービッグスコアでイベント主催をしていた。地元の土浦市や筑波市にクラブやイベントがほとんどなかったことがきっかけだった。20代後半まで仕事をしながら音楽活動を続けるが子供ができたのを契機に音楽をやめ京都府の通販印刷会社に転職した。しかし妻との不和と15時間労働の激務、さらには 同僚が過労が原因の事故で亡くなったこともあり、3年間で会社を退職した。妻と離婚したオートマティックは地元に戻り、貯蓄を切り崩しながらニート生活を続けた。この時期のオートマティックは自分は家族や友人に何ができるだろうと考え続けた。東日本大震災の後すぐにオートマティックはイベントの主催と DJ、ビートメイクを始めた。 この時期、彼は、友人のラッパーディアー BRO を介して、龍ゴ医師だと出会った。タトゥーを掘り、ビピアスをつけた不良らしい外見にもかかわらず、彼女をきちんとエスコートする龍ゴにオートマティックは、好感を持った。オートマティックは龍ゴがやる気とイメージ、行動力を兼ね備えているのにかかわらず、結果がうまく、出ていないことをもったいないと感じた。龍ゴに、 自分をプロデュースしてくれと頼まれたオートマティックは彼の作るラップに没を出し続け、エベリデイスフリーディまででおよそ100曲ほどの曲が没となった。その他には互いの好きな音楽を聴かせ合ったり、話し合ったりをした。リュウゴイシダとネネはクラブイベントブルーマジックで知り合った。二人のタトゥーの入り方が似ていたことがきっかけだった。当初、 リュウゴのことを知らなかったネネは家に帰った後、彼について検索した。リュウゴの遊武の PV を見たネネは自分がやりたかったことが詰まっていると感じ、彼に一緒に曲を作りたいと声をかけた。ネネはリュウゴの音楽で売れてやるという気持ちの強さに感銘を受け、反対にリュウゴもネネの持つパワーに影響を受けた。ネネとリュウゴ。 リュウゴの友人のラッパーのルンブロイヤルでチャンスザラッパーのノープロブレムのビートジャックをしたのが最初の共同制作だった。ネネとリュウゴが二人で作った最初の曲はファッキンカーだった。夏に遊びの帰りの車中で作られた曲だった。ビートはネットでフリーダウンロードしたものとメールを通して価格交渉したものの二つをつなぎ合わせて使った。ネネは 龍悟のソロアルバム、エベリデイスフリーデイを聴き、リリックがユルフアであると感じた。また、彼の入れ墨だらけのいで立ち、老い立ちの壮絶さからギャングっぽさも感じ、2つを重ねて、ユルフア・ギャングというユニット名を提案した。 オートマティックの提案に乗り、二人は EP を作ることとなった。制作はスムーズに進み、一ヶ月ほどで5曲が完成した。彼らはその後、ファーストアルバムをリリースするため、クラウドファンディングサイトのキャンプファイアで資金を募った。クラウドファンディングでの資金確保を提案したのはオートマティックだった。オートマティックは以前より、 音源の売り上げのほとんどが宣伝と流通に持って行かれてしまい、多くのアーティストが生活のため音楽活動と無関係の仕事をしなければならない、現状に疑問を抱いており、システムが崩壊に向かっているのならば、真剣に新天地への移住を考えてみようという考えのもとこうした形式での資金調達を試みた。目標金額は20万円だったが、 最終的にはその457%にあたる91万5000円が集まった。クラウドファンディングでの資金調達は若干の批判を集めたほか、土浦から東京に出てきた龍悟は一部から地元を捨てたとのヘイトを浴びた。2016年11月に映画試写会のため山梨県を訪れたユルフワギャングはマーズアイスハウスの アルバムイラストを描いたグラフィキライターカネと SD ジャンクスタのラッパーワックスに出会う。嫌なことが立て続けにたくさんあり、意気消沈していた二人は彼らからもらった激励の言葉に感激し、キロの車中で歌詞を書き続けた。ストレンジャー大丈夫の二曲はこの時の経験をもとに作られた。マーッツアイスハウス。日本人のその幸。 有効夫妻を含むニューヨークの建築家チームの作品で2015年に NASA 主催の火星基地デザインコンテストで優勝した。ユルフ・アギアングのファーストアルバムマーズ・アイス・ハウスは2017年4月5日にリリースされた。マーズ・アイス・ハウスというアルバム名は火星移住実験の基地プロジェクトの名称を引用したものだった。森美術館の 宇宙と芸術展でこの建造物の展示を見た二人は、この計画に関わった夫婦一組、博士二人の四人をそれぞれ自分たち二人とオートマティック A&R の肥後さんにオーバーラップさせ、この名前をアルバム名に用いることを決めた。資金調達方法についての批判が影響し、アルバム後半の楽曲はメッセージ性の強いものとなった。 龍ゴはこのことをネガティブな人がたくさんいたから、それすらもポジティブに全員殺してる気持ちなんですと、形容した。アルバムリリース後のインタビューで、二人は、このアルバムは特にキッズに、大人には、キッズの気分で聴いてほしいと語った。マーズアイスハウスのリリース時は、ほとんどの曲を車中で作っていた。これは龍ゴが、金銭的問題から高速道路を使えず、 土浦から東京までの3時間をフリースタイルして過ごしたのがきっかけだった。見える景色をそのまま曲にすることもたびたびあり、例えば、ハニー・ハントは東京ディズニーランドで作られた曲だった。この方法について、リュウゴはアルバム制作中に見ていたリルウェインのドキュメンタリーの影響かもしれないと語った。同アルバムの最後の曲である。 エスケープツーザパラダイスのみは次のスタジオで収録され、二人はロケットに乗ってるようなすごい幸せな気分でレコーディングをした。ユルフアギャングとしての活動は二人にポジティブな影響を与えた。ネネは本当にただの石ころみたいだった自分が隕石がぶつかって地球ができたみたいな感じで変化したと語り、自分を取り巻く環境はどこか暗闇に包まれていたリュウゴはネネと出会い、 すべて明るく見えるようになった。ユルフアギアングとしての活動は二人の楽曲制作の方法にも影響を与えた。歌詞を書く際、考えながら作っていたネネは、ユニット結成以降はその日の出来事を簡単に曲にしたりすることができるようになり、リュウゴも曲作りの際、おおむね常に自分の力を100%出せるようになった。彼らはこのことを、これを作って、 サイヤ人モードに常に入れるようになった、一アップキノコを取ったようと語っている。また、土浦から東京に出てきたウゴは、車から見える、街ごとに変わる景色をもとに曲を作ることが多くなった。ユルフア・アギアングの 1STMV、ファッキンカーは広範囲に影響を及ぼし、2016年11月には、アジアカルチャーを取り扱うアメリカのメディアプラットフォーム88、ライジングが、 2017年2月には DJ の d ィプロがメガボルトをリポストした。2017年12月6日にはネネが初のソロアルバムであるネネをリリースした。それまで EP しかリリースしたことのなかったネネはファーストアルバムを出した後も楽曲を作り続けておりソロアルバムを出す構想を練っていた。同アルバムに収録されるハイタイムやハイウェイは マーズ・アイス・ハウスのリリースからほどない頃に作ったものだったが、多くの曲はソロアルバムを制作することを決断してから作られたものであった。多くの楽曲はスタジオで作られたものだったが、愛のー、群れたくない、品川フリースタイルといったネネが家で一人で作り、スタジオに持ってきた曲もあった。また、この時ネネは名義をソフィーからネネに変更した。ネネという名前は、 彼女の幼少期からの愛称で自分のよりパーソナルな面を表現するための変更であった。ネネは東京の中のオアシスをイメージして同アルバムを作った。東京で生まれ育ったネネは龍ゴの故郷である土浦やライブのため赴いた地方を通じ、東京の狭さや情報の多さを体感し、音楽によって東京に安らげる場所を作ろうと試みた。 このアルバムには、リュウゴイシダとオートマティックのほか、サルやシーダ、ノリキヨラを手掛けるプロデューサーであるエストラ aka オレドが参加した。ビートの多くは、エストラとオートマティックの共同制作であり、ネネと両者の3人で、スタジオに入り、意見を出し合いながら作っていったものが多かった。ネネが写真や色などを彼らに見せ、もう少し、こういう雰囲気のものを作りたいというイメージを伝える。 ことも多かった。同アルバムの風にはゴラックがゲスト参加した。ゴラックはネネが日本語ラップを聞き出すきっかけとなったラッパーであり、彼女は以前よりいつか曲を一緒に作りたいと考えていた。当初この曲にフューチャリングが入っていなかったが、ネネは完成した曲を車で聴いているとき、この曲にゴラックのバースが入っていたら良いのではないかということを思いつき、 彼に客演を申し込んだ。また、朝にエルにはサルが参加した。ネネラは7月、楽曲制作のためカリザワのスタジオに泊まり込んでおり、同曲はスタジオに遊びに来たサルがネネとセッションし、完成したものだった。また、この曲は、サルのアルバム、インディゴに収録された、夜になくすフィーチャリングユルフア・ギャングとタイになるものだった。ネネは、ずっと、 同じ場所で作ってるとインスピレーションが狭まるという考えとちょうどキャンプがしたかったという思いから軽井沢での楽曲制作を提案したが日夜スタジオにこもり続けた彼女らは夜ちょっと星を見に行って寝る以外にキャンプらしいことは何もしなかったこの合宿中に朝に会るとチームの2曲が完成したセカンドアルバムマーズアイスハウスには2018年12月6日に リリースされた。ユルフ・ア・ギアングは2017年11月から翌年1月にかけ二度アメリカに赴き、2週間ずつロサンゼルスに滞在し、レコーディングを行った。リューゴにとっては初めてのネネにとっても幼少期以来ほとんど初めての場所だった。同アルバムにはオートマティックとエストラに加え、カナダのプロデューサーであるライアン・ヘムズワースが参加した。ネネはアメリカの スケールの大きさに両者ともアメリカ国内で音楽活動をする人のハングリーさに感銘を受けた。また制作の際使ったスタジオでは夜しかボーカルレコーディングをすることができなかった。すぐ近くに教会があり、昼間にはレコーディングに影響が出るほど大音量の賛美歌が流れていたためであった。スタジオには他の国から来たビートメーカーもいて、 新曲を聴かせると真面目に聴いてくれ、意見をくれたりもした。1回目の滞在では、制作はスムーズに進んだものの、2回目では、制作が行き詰まってしまった。オートマティックは、気分転換にレコードをジャケ返しに行こうと提案し、クルーは、気分転換のため、ハリウッドにある大型のレコード店である、アメーバ・ミュージックに向かうことにした。 ネネはそこでカナダ人アーティストであるアントウッドの CD を手に取った。彼女はアントウッドのことを知らなかったものの、スタジオに帰って聞いたそのアルバムはとても良いものだった。スタジオのエンジニアからアントウッドは南アフリカの言葉で正解を意味する言葉だと聞いた彼女らは高揚し、彼の楽曲ドンとゴーをサンプリングした楽曲アントウッドを作成した。 制作した楽曲のうちアルバムに収録されなかった没曲は2曲ほどだった。この無駄の無駄について2人はあまり考えずに感情を重視して曲を作ったからであるとし、アルバムからこぼれた曲は感情が乗り切っていなかった曲だったと語った。ユルフ・ア・ギャングの音楽性を FLJ はトラップからメローサを抽出して、 清潔感を加味したようなオートマティックのビートに乗る二人の性質のバランスが絶妙で、ディリックのドラマにグイグイ引き込まれると表現している。また、FNMNL の和田哲郎は、マーズアイスハウスを突然出会った、ウゴイシダとネネが様々な場所へ移動することによって形成された、ロードムービーのようなアルバムであると形容している。映画やドラマから多くのインスピレーションを得ており、 マーズ・アイス・ハウスの制作時には、トゥルー・ロマンス、パルプ・フィクション、グーニーズ、冷たい熱帯魚、ピンポン、パイレーツ・オブ・カリビアン、ストレンジャー・シングスなどを見たと語っている。映画のワンシーンから想像を膨らませて曲を作ることもあり、例えば、ブリーチ・ザ・ワールドは、冷たい熱帯魚の、生きるってのは痛いんだというセリフを自分たちに重ね合わせて作った曲だった。また、 普段聴く音楽として、サプルカー、デンキ、グルーブ、ゴリラズのほか、ビートルズ、ニルバーナといったクラシックなロックバンドを挙げている。ヒップホップでは、ミーゴス、グッチメイン、ビッグ、ショーンなどを聴くほか、よりルーツに近いものも聴くようにしているという。また、リュウゴは、中学生時代より、ザ・ブルーハーツを好んで聴いており、曲を聴くとすごく元気をもらえると語っている。また、 ネネはアメリカの音楽が持つ歌詞の回りくどさを好み、これを日本語に落とし込むことを意識している。ユルフ・アギャングとしてのアルバムソロアルバム、ありがとうございます。